今日はね、うつろまゆっていうゲームの、まあ、デモ版が出たのでやってみたいんですが、これね、なんか昭和を舞台にしたゲームなんだけど、グラフィックがね、本当にすごすぎるというか、昭和の街並みとか自然とかが、本当にグラフィックがもう神レベルって言われてて話題になってるゲームです。やってみましょう。ノスタルジーっていいよね。やっぱ僕の夏休みとかでも好きですけども。で、ホラーゲームでございます。1980ペケ年。生まれてない頃かな。親元を離れ、都会で下宿生活を送る男子大学生、ジンバミナト。ジンバミナトか。はいはい。ある夜、ミナトは父エイジから母方の祖母である宮間キヌが危篤だとの知らせを受け、母の生家がある山深い村、一ノ瀬へと向かった。この田舎の一ノ瀬で何かが起こるんだな。幼い頃、会ったきり、10年以上疎遠だった祖母。実の娘である亡き母の葬儀にすら顔を出さなかった祖母に、湊は以前から嫌悪感を抱いていた。ああ、もう関係性が悪いんだな。娘の葬儀にも行かないって結構こじれてるよな。田舎道を進むバスに揺られながら、たった一度祖父と話した時のことを思い出す。お蚕様はね、たとえ繭を出られてももう口はないし飛ぶこともできない。卵を産んで死んでしまうの。蚕を様付けするような文化なんだな。人がそういう虫にしてしまったのよ。赤く染まる空と山の影が、迫る夕暮れ、湊はこの地で窒息するような恐怖と隠された真実を知ることになる。この蚕っていうのが、まあ人間がね、あの蚕のこの繭とかの、まあウール的な、ウールじゃないな、まあそういう糸とかを取るために養蚕とかしたことで恨んでみたいなことがあるんですかね。かといってそれ湊がさ湊がそれ受けなくてる。綺麗、すごいよこれ、めちゃくちゃリアル。でこのバスとかもしっかり見たいもん。本当の昔はこんな感じだったもんね。バス、市バスとかボロい市バスはこ、すごいグラフィックすごすぎる。これはほぼ実写。お、喋ってる。ここまで来れば、キヌさんの家はもうすぐだ。キヌさん、おばあちゃんのことをもう、名前とさん付け、あや歩く。うわ、綺麗だね、グラフィック。もう全然来ないんでしょうか、バスは。これは、ここで見える。一ノ瀬バス停。バスが通っていて助かったな。出なきゃここまで歩く羽目になってた。なんかこれ重要そうじゃない？行方不明情報を求む。めちゃくちゃ行方不明になってんな。カメラズーム。なんか怖いね。今こういう人とかも AI で作れるからね。ゲーム制作とかもすごいはかどりそうですね。昭和の街だ。じゃあ俺はそういうことで。キヌさんの家はこっちじゃない。本当は行きたくないんだな。まあ20ぐらいの家なのかな。あの、年なのかな、この。みなとくんは。ポストもこんな感じですね。すごいね、これ。これは、うわ、ネズミ返し。一ノ瀬のさ、星、マスちゃん。代表曲、ネズミ返しを熱唱。すごいなぁ。なんか昭和感すごい、本当に。すごいしか言ってない。こういうなんか看板とかもね、今集めてる人とかもいそうだよね。入っていいのか。おぉ、急に。いきなり不法侵入してます。10円もらった。不法侵入の後に盗みました。インベントリー、メニュー画面のインベントリータブでは所持してるアイテムや湊の現在の体力を、確認できます。体力とスタミナを回復する生命ガンなど一部のアイテムはインベントリーから使用できます。良好。あ、祖母宅の玄関の鍵。はいはいはい。祖母が持っていた古い鍵、どこの鍵かは不明。そっか、祖母が死んだんだっけ。祖母が死んだからここに来たんだった。大事なことを忘れるとこだったな。ここは隣の。他に10円を何かすることがあんのか。あと100円集まればジュースが買えるけど。サダミツ商店。わあ、すごい。あ、まさかこれで遊べんのか。はいはい、こういうの好きよ。10円玉をレバーで弾いてゴールに入れるゲームだ。少し遊んでいくか。台を揺らせてあるよ。
怒られるだろう。 F で入れて、で、レバーを、あ、これでマウスを動かすんだ。これまあめっちゃ強く打っていいよね。あー危ない。これあんま強くとダメだから、本当にちょっとずつ刻むぐらいでいいはず。危ねえ。ワープってある。ワープすると左下に行くのかな。怖いよ。あー、おい、ワープ任されよ。これ10円で決めたら素晴らしいんじゃないの。ここだ。いやー俺うますぎ、俺うますぎ一発10円ゲームの当たり券、セーブデータ間共有アイテム。さすがレトロゲームのレトちゃん。あれ10円玉5枚もある。これさ、普通駄菓子屋の券とかがもらえたりするイメージがあるんだけど、なんか色によってね、まあ10円の剣になったりとか。うまー。あー惜しい。あー調子乗った調子乗った。惜しかったな。もう1枚欲しいな。その色によって駄菓子買えるさ、駄菓子のお金が違うみたいな。白はね、なんか30円とかぐらいだったような気がする。20円とか。あー難しい。さっきのうまくいった方だな。これ50円でも普通いけないもんな。雑になってるよ。なんか思ってる弱すぎたらいけないから、勢いつけると勢いつけすぎるよな。これだから現実よりも難しいというか、現実だともうちょっと勢いのね。よし、オッケー。ここ決めるぞ。ここ、いやー惜しいな、今の惜しいな、惜しいな、惜しいです。おお一発。こいつもしかして50円しか持ってないのか。お前今お金何も持ってねえのか。お前もうちょっと持ってこいよ。お前ばあちゃん家でお前お金頼ろうとしてんじゃないの。この商店はもうやってないんだな。あんじゃないの。ちょっとこれこいつこれでもうちょっと遊べるぜ。あの剣でなんか買えたりすんのかな。40円だけ持ってたのかな、こいつ。10円先拾ってたからさ。いや、ワープは割と必須だな。ここぐらい。よし。強すぎました。難しいな。あ、こっち故障中で。メロンクリームソーダ。カノーヤコーヒー。コーラ。オレンジエイド。すごいな。ノスタルジーですね。お金もうないかい？もうちょっとやりたいけど。ここは、うわ、こんなとこ登っちゃダメだよ。だって子供が遊ぶようなところにさ、こんな鉄塔あったら子供登っちゃうわけじゃん。でそのまま転がり落ちちゃうぜ。あ、ここはちょっとまとめて拾ったら探そう。あの、もう一回やりましょう。探してね、まとめて拾えれば。10円って結構落ちてるもんだな。ここは消防団だって。これは開けない。リアルだね。ダム絶対犯罪。ひなみざわ村か、ここは。ん、何これ。一ノ瀬集落を含む当地区はダム建設予定地です。ダムができるのか。通りで人気がないわけだ。なるほどね。お金払って立ち退かしてさ、まあ言えば結構もう立ち退いた、お金欲しい人、もうこっから出たい人はそりゃ立ち退くよね。キヌさんの家はこっちじゃないんだ。でも立ち退きたくないやつたちもね、この村で行きたいって人もいるから、そういうので喧嘩したりとかね、あるんでしょうね。10円あるからもうちょっと拾いたいな。鶴岡醤油完全配合。いろんな仕事やってんだな、ここも。ここはてか玄関がもうね、入れないから、もうこれ限界集落なんです。もう、ほとんど人が住んでない。10円じゃない？よしよしよし。10円落ちてんな。もうここで40円ぐらい落ちてるぞ。意外と金になるかもな、ここ。ダム絶対反対。やっぱ反対派がいたわけだ。ここも開かないと。おおおお。すごいな。この当たり券は？セーブデータ間共有アイテムってどういうことなんだろう。
この辺り券が何かになったりすんのかな。でもどこも空いてないし、よくバスが通ってるなぐらいの感じですね。ちょっと寄りますか。ここで10円拾うのはちょっとやだな。もう罰当たりですよ。ここはもう神様に。おお。どこで消えるかな。すっげえ遠くまで見えんのかな。すげえ、カラスがもうあんな遠くにいてもまだちゃんとね、本当にリアルに見えなくなるぐらいの位置までちゃんと見える。スッと消えてもおかしくないのに。10円お供えするって手もあるけど。ここは深山家の墓。深山家ってことは、おう、この墓は母さんの実家の墓か。深山絹佐一じいちゃんもこの下に眠ってるんだな。じいちゃんのことはちょっと好きだったりするのかね。お墓があって素晴らしいクオリティだな。うわ、綺麗すぎる。絶対俺こんな草ぼうぼうとこ入らないもん絶対入んない。こっち行きましょう。立派なお屋敷っぽくない？走ると揺れるな。ほらすごいよこれね。え、まあ土地は大してお金になんないだろうけどな。もしかしたら国宝というかいい壺とかあるかもしれんよ。もうお金のことしか考えてないけど、でも関係性悪いんだったらもうね、もうそれでいいんじゃないのとも思うから。鍵があるから入れたわけだ。あ、ここの中か。鍵、父さんと母さんに連れられて、うん、じいちゃんの弔問に来て以来だな。なるほどね。この家に来たのはその時一度きりだが、あまり変わっていない気がする。死んですぐなんだな。あれから10年以上経つのか。いや綺麗だよ、全然まだ全然荒れてない。外行って、ここは動かせないのかな。開かない。反対側から鍵がかかってる。ここでさ、体力があるってことはさ、襲われたりとかあるってこと。いや綺麗だけどね、普通に全然住みたいと思えるな。もうちょっと田舎じゃなければね。都会でここだったら住みたいよ。はい。村長の手紙。深山絹さんへ。役場の若造どもがわしのところにやってきて、村長であるわしにあんたを説得してほしいと言ってきた。あ、絹さんはあれか。もう立ち退きたくないんだな。ダム建設の立ち退き要請に絹さんが延々 ごねていると。もしかしたら殺された可能性ある。先祖代々守り続けてきた土地を追われるのは皆つらい。つらいが仕方のないことだ。わしも村の衆も涙を飲んで判をついた。解雇で成した深山家の財があれば、どこへ移っても金に困ることはないだろう。そろそろ潮時だとは思わんか。ここだけの話、大きな金が動く案件は良くない噂も耳にする。手荒なことをされぬうちに腹を決めることだ。じゃ、殺された可能性があるんだ、キヌさん。J がファイル。J がファイル。おー、なるほどね。マップもあって、地図が手に入る可能性もあるってことか。これなんか超対策感あるな。父さんから鍵を預かってきたはず。綺麗。これは期待だな。特定のギミックを調べると、所持アイテムのリストが表示されます。これ右のやつだな。D。ん？これ閉じて D。 玄関の鍵。祖母の鍵はどこで使うんだろうな。簡単な鍵だな。普通に破られそう。いろいろあってもうクタクタだ。閉めよう。昨日からろくに寝ていないし、父さんが迎えに来るまでどこかで休もう。あ、父さんが迎えに来るんだ。へえ、こけしがあって、本当におばあちゃんしかいなさそうだな。はい、靴脱いでない主人公靴脱いでない、よくない。はい、廊下。あー、すごい綺麗にしてるじゃないですか。はいはい、お仏壇。ここ開かない。立て付けが悪いのか。開かない。とりあえず間取りを見たいね。あー、綺麗だねこれ。相当金持ちのおじいちゃんおばあちゃんの家感ある。祖母のメモ。電話で痛み止めの生命丸を注文すること。これが生命丸か。祖母が常用していた痛み止め薬、使用すると体力とスタミナを完全回復する。リポビタン D だな。
これが深山家の家紋ですか？やっぱそうだ。ものすごいあれなんだな。ちゃんとしてる家というか。特になんもない。うわ、木漏れ日が眩しい。すごい。こんな感じ。あるあるある。なんかわかるよ。すっごいリアリティある。あ、ここおばあちゃんの部屋？いや、子供部屋か？幼い港が描いた似顔絵。おじいちゃんにはあれか。おじいちゃんは港を可愛がってたんだな。はい。待って。いや、世界観というか楽しみだな、これ。あ、幼い港のハガキ。大好きな佐一じいちゃんへ。お元気ですか？僕はこの春小学生になりました。毎日学校へ行って国語や算数を勉強しています。僕はじいちゃんにお願いがあります。僕に昆虫採虫セットを買ってください。お母さんは蝶々もトンボもおもちゃじゃないから捕まえて殺してはかわいそうだと言って買ってくれません。僕の友達はみんな持っていて僕だけ仲間外れです。あら、買ってあげたいね、これは。次は、いつ僕のお家に遊びに来ますか？僕はおばあちゃんに会ったことがないのでおばあちゃんも一緒に来てほしいです。この頃はおばあちゃんに会ったことないけどおばあちゃんもきっとおじいちゃんみたいに優しいと思ってたんだな。じいちゃんが帰ると僕はいつも悲しくなります。毎日母さんにじいちゃんがいつ来るか聞いています。お母さんはじいちゃんは遠くに住んでいるからたくさんは遊びに来られないと言いました。早くじいちゃんに会いたいです。お返事待ってます。これかわいい孫やで。これは習いたてのひらがなで書いたんだっけ。お母さんに内緒で書いたのかな。結局え、じいちゃんから返事はもらえなかった。その頃死んじゃったってこと。いや、じいちゃんこうやってしまってるからな。あ、じいちゃん、まあまあまあ、じいちゃんのお金はな、孫が使ってくれたら喜ぶでしょ。おー、なんでなんで隠れた。今隠れる必要ないのに。幼い頃思い出したか。というか今俺はあれ、なんか襲われる可能性でもあるってこと。難しそうだぞこれ。すごいなこれ、クオリティが半端ない。どれがじいちゃん？佐一じいちゃんの家だ。ああ、じいちゃんこれか。あんな事故さえなければ。事故で死んだんだ。今も元気にしていたかもな。はいはい。右になんかいきなりなんかなんだろう、写真じゃなさそうな子いるけど。生きてさえいてくれたら母さんも。え？死なずに済んだかもしれないのに。母さんがなんで死んだんだ？じいちゃんが生きてたら母さんがねえ死なずに済んだってどういう状況なんだろう。仏壇だ。せっかくお線香あげましょうよ。おじいちゃんとはね仲良かったんだから、お世話になったはずだ。リアルだねー。はいはいはい、俺も今年の夏やりましたよ。こんな感じこんな感じ。ほい、お線香をつけてやってチーンだね。勝手にやってくれてる。横鳴らすんだよな。佐一じいちゃんは井戸に落ちて死んだ。殺されたわけじゃないよな。物知りで優しいいいじいちゃんだった。うん、キヌさんはじいちゃんが俺たち家族と親しいことを知っていたのに、はい、亡くなったことを娘の母さんにさえ知らせなかった。じいちゃんが死んだと知ってから母さんはひどく塞ぎ込むようになって。おじいちゃんが好きだったんだな。お父さん優しかったんだきっと。それで母さんも。わあ、あんな非情な人がおばあちゃんって言わないもんな絶対。でももしかしたらおばあちゃんも何か理由があってってことかもしれんよな。恨んでるけども、これはいろんな可能性がありますね。いろいろ見て回るの楽しいな。よし、これ戻って10円でなやりに行きたいけど、もう一回成功してるからな。ほとんど見た台所。はあ、あるよねこういうポット、醤油の入れ物とかもね。もう普通に生活していたまんまだな。めっちゃもらった。10円玉しかないな。なんなら100円玉欲しいんだけど。どうして、どうしてそう、直に入れなくても。
喉が渇いた。いや、嫌な予感する。まずちょっと出してからさ、ちょっと出してから飲んだ方が良くない？その水ちょっと出して流した後2、3秒ぐらい経ってからお茶碗に入れた方が俺はいいと思うけどな。それが賢明だと思いますけど。起床、朝食、鶏の世話。こんなんわざわざ一日の予定表書いてんの。風呂場でなくした兄弟の鍵を探すこと。風呂場に何かあんだな。死んだ鶏の焼却ができなかったんだな。わざわざそういうのを書いてんだね。あ、ここ勝手口か。開かなかったとこか。いや、でもないな。ほいほいほい。どうしようかな。あ、何？ああ、電気か。今はつける必要ない。まあ、ちょっと外も見てみようかな。広いね。ああ、鶏がいる。あ、井戸。ここでじいちゃんが死んだってことか、佐一さんが。この井戸に落ちて、じいちゃんは死んだ。本当か？不注意で落ちた事故だったらしい。立派なお家やな、庭も広くて。かわいい。あ、10円ある。よし。10円。10円、10円。ゲッツ。まあもう1回成功してるから、2回成功した時に何かならないかなと思ってやってみたいっていうのはある。なんか、めちゃくちゃ鶏死んでるけど。なんかこっちにもある。引き取ったのかな。嬉しい。100円もあるぞ。もう1回成功は可能だ。はい、よしよしよし。これさっきとちょっと違うからワープする必要もないかもな。あ、成功するまでやるぞ。難しい。あー難しい。強弱が分からん。優しいとね、今のも強いんだよな。なんかあんまり強弱変えてる気持ちは自分の中ではないんだけど。はい、楽しいなこれ。くそ、これでよしよし。あー、いや、ワープしたいか。そう考えるとそっちの方が可能性秘めてるな。あ、まあまあ、よし、ここ、いやー、白ばっか。まあここ1回目だからか、多分なんか2回成功とか3回成功とかで。うわー、ちょっと、ね、よくない、よくないよ。お金は大事だよ。よしよし。あー、いや、むずいな。いやー、そんな強くやってないでしょ。よし、ここむずい。よし、よし。あーもうないの。うそ、うそだろ。こんな環境の悪いとこでやったのに。まあでも当たり券2枚あるってのはなかなかじゃないの。回復アイテムと交換してもらったりできんのかな。金の卵とか産まねえか。はいはいはい。おい、10円ないのか。ここは開けられないんだ。勝手口はこういう感じなんだな。なんであんなね、10円ゲームがこんなとこにあったんだろう。で、こっち行くと、はいはいはい、こっちから開けられないって言ってたやつだよな。この缶抜きは抜いておきましょう。いざとなったらこうやって逃げる可能性もあるもんね。このデモ版でそういうところは遊べんのかな。よし、オッケー。さあ、ここで行ってないとこ
こはこっちトイレだよね、便所。あー、ここ物置か。蚕棚か。蚕、あー、このお家はね、蚕でのし上がったというか。父さんから聞いた話では、うん、深山家は生業にしていた三種業をずいぶん前に辞めてしまったらしい。辞めたんだ。でもお金はあると。その名残か、絹さんはここで蚕を飼っていて、子供の俺に蚕の話をした。唯一のね、お話。絹さんと話したのはあれきりで、すごく嫌な話だった。まあ子供からすると嫌な話か。10円。まあまあまあ、もうとりあえずいいでしょう。ちょっと満足したしね。わあ、いいね。ここにずっといたい。俺はここにずっといたい。ここでゆっくり休めそうだ。ただ鍵をね。テレビ、昭和のテレビ。嫌だなあ。 UFO、 今度のドライブ。すげえ、ちゃんとしてるね。下が切れるってことなんだ。ちょっと不気味なの流しておきつつ、で風呂に何か落としてるらしいけど、月刊オカルト、ちゃんとテレビの音が聞こえてる。あ、兄弟の引き出しには鍵が上がってる。これ風呂、風呂よ、風呂。なんでこれ隠れんの。いや、俺こういうのなんかマップ覚えられないよ。どこのね、襖が開いたっけって絶対なるもん。お、幼い港への変身。あれ、これじいちゃんが書いたのにばあちゃんが出せなかったってことじゃない。はがきをありがとう。港が自分ではがきを書いたんだね。大変よく書けていて大したもんだと驚いたよ。そうか、お母さんは昆虫採集セットを買ってくれないのだね。じいちゃんも若い頃はたくさんの蝶を集めていたんだけれども、ある人に港と同じことを言われてね、それから蝶を捕まえたり集めたりするのをやめたのだよ。命を奪って綺麗な姿をとどめるのよりも、生きている姿を眺めることにしようと決めたんだ。偉い。ちゃんとお母さんも立てている。昆虫採集セットは買ってやれないが、夏になったら蝶やトンボがたくさんいるところへ港を連れて行ってやろう。おばあちゃんは家の仕事を忙しくしていて会えないのだよ。だからおばあちゃんの分までじいちゃんとうんと遊ぼうじゃないか。港と別れる時はじいちゃんも毎度寂しく思っているよ。別れ際に港の頭を目いっぱい撫でてやるのも、次に会う時まで港が元気でいるようにとまじないをかけているんだ。泣いちゃうよ俺これ。寂しかろうが、じいちゃんはおばあちゃんを手伝ってやらなくちゃいけない。ダダをこねず、聞き分けのいい子でいておくれ。夏に会いに行くよ。約束だ。じいちゃん。じいちゃん。ちゃんと俺に返事を書いてくれていたんだ。出してあげてもいいだろ、ばあちゃん。この返事を出す前に、じいちゃんは。こんとこにずっと置きっぱなしだったわけでしょ？ 10 年間以上。ねえ。これは出してあげてもいいと俺は思うけどね。いいおじいちゃんだな。おのぼのするぜ。なんか怖。お、ああ、わあ、別。ああいうトイレットペーパーがなんか下になってるの嫌だよね。すっごい嫌ですよね。広い家だな。こんなとこで襲われたら俺はもう終わりだ。お、ダイヤル錠がかかっている。確か昔来た時もこの部屋には入れてもらえなかった。風呂じゃないのかな。いや、もう迷子だよ俺。風呂どこなんだよ。普通水回りって固まっているものだと思うけども。あ、こ、ん、わ、何、どういうこと。薄気味悪い札だな。大事そうじゃない。そういえば昔この家に来た時、うん、これと同じ札を母さんが見て気分が悪くなると嫌がっていた。お母さんは嫌なんだな、この家が。それこそ異常なくらいに、なんだろう、この札を見ている、え、頭が痛くなってくる。札ってどちらかというと守ってくれるものなのにな。でもセーブポイントじゃねえか。守ってくれるものだ。ここは安全地帯ではあるのね。はい、オッケー。難易度ノーマル。スーパー感が。10円が俺を守ってくれる。あの叩けんどっかで変えてくれるとことかないの？
ましたー。ここでなくしてんのよ、ジュインゲッツ。風呂場でなくしたと言っていたので、こういう下にあるんじゃないの。おお、入った。あ、排水溝の中に何か入ってる、落ちてるらしいよ。あ、じゃあこれ水を溜める。そうそうそう、あ、そうそうそう、こうやって溜まっていく。ん、違う違う違う、水は出しても これをなんとかするアイテムがあるってこと。線とかないもんね。まだ無理なのか。ここに絶対鍵あんのよ。何か落ちてるけど拾う気はないらしいですよ、この人。じゃあまあ休むしかないのかな、ひとまず。気持ちいいスペースあるし、ちょっと休みますか。夜まで休むと。おじいちゃんのほっこりエピソード見れてよかったよ。不思議を愛し続ける。そしてお父さんが来てくれるって言ってたけど、多分来てくれないんでしょうな。えっ、あー、この村の秘密みたいな、カイコね。あー、この村全体で何かあんのかな。子供の声。あー、やっぱ関係あるんだ。なんか、あー、おじいちゃん、あ、あー、おじいちゃんどうして、悲しい。すごいクオリティだなこのゲーム、マジで期待の新作だな。これお母さんかおばあちゃんの若い頃か、どっちなんだろう。昭和感が半端ない。あー、ヒガンバーナか。これは誰、おばあちゃんの若い時、それとも今回の幽霊、それともあの写真の飾られていた写真の女の人。あ、写真の女の人っぽいな。母さんの若い頃か、この夢を見て。ちょっと、どうすんよ。あ、夜になってる。あんな怖いテレビつけっぱなしだったからだよ。いつまでやってんだこの宇宙人の特集。嫌な夢だった。嫌な夢だったね。母さんの夢なんて随分見ていなかったのに。さて、こたつで寝るの気持ちいいよな。こたつというものが暮れたな。とりあえず明かりをつけるか。つけて。いや、暗いなぁ。嫌だなぁ。まあ、でもつけとこうか。この場所がわかるし。すべての電気つけて回りたいなぁ。怖いからさ。とりあえず明かりつけるかって、え、全部つけるってこと。おぉ。はい。セーブ。大事大事。この廊下の電気みたいなないの、ここれ。廊下には電気必要ないってこと。違う違う。あ、あったあったあった。あー、明るくなった明るくなった。あっ、誰か帰ってきた。お父さんか。玄関の方だ。え、お父さんだよな。お父さんか。お父さん、玄関どっち。僕玄関どっちかわからないけど、ここどこ、私は誰。父さん、あ、ここか。玄関の電気は勝手についてる。え、うわー、ニワトリ。動物の可能性もあるけど。だよこれ、嫌がらせ。これあれじゃないの、村の若者の可能性もあるよね。だって村の若者は嫌がってるわけだもんね。おい、もしもし。もしもし。怖いな。ミナト。あら、お父さん。だ、なんだ、父さんか。携帯とかない時代か。今どこ、何時頃こっちに着く。行けなくなったみたいな言うんでしょ、どうせ。ああ、そのことなんだが、今夜は帰れそうもない。帰れそうもない。何かトラブルが絶対起きているとき。今、転院先の病院からかけているんだが、
どうにも厄介なことになってきた。転院先。先ほどまで警察と話をしていたんだよ。なんで警察？警察？なんで警察なんかと。何が起きてんの？キヌさんが倒れた原因が病気や事故ではないかもしれないということだ。ああ、やっぱ殺された可能性というか、まあ、てか生きてはいるんだ、キヌさんは。キヌさんは、なんだ？倒れて、まあ、こっちに来たけど、お父さんはキヌさんの病院についてってたわけか。転院先の医者が、キヌさんの首に絞められたような跡を見つけてな。ダムの奴らじゃん。それじゃ、あの人は誰かに襲われたせいで。まだそうと決まったわけじゃない。でも首絞められてるわけでしょ。決まったわけじゃないが、用心するに越したことはないだろう。まあ、警察には言っといた方がいいよね。ミナト、一人で大丈夫か。うん、無理。当たり前だろ。無理です。子供じゃあるまいし。俺無理かも。ちょっと俺帰るわ。そうか、ミナト。ちょっと知ってんのかな。気をつけなさい。この村の風習というか、この村の何か危ないところ、お父さんさすがにちょっと察してんのかも。ああ、おやすみ父さん。いや怖いって。昼寝から起きたばっかで眠れねえよ夜。喉が渇いた。台所で水でも飲もう。やめてくれよ。とりあえず電気、OKOK。とりあえず電気はつけて回らなきゃ。これが俺にできる。よし、俺の保身がこれできる。これしかない。ちょっと出してからよ。いきなりサビとか出るかもしんないよ、古いとこだし。あ、まあ、この頃はまだ水とかはね、綺麗なのかもな。川の水とかだったりするのかもしれんし。うっ、やだな。完全に幽霊というよりは人だと思っちゃうな。嫌がらせして鶏とか殺してんのよ。それか10円ゲームやろうとして、やろうとした人かな。開いてるし。鶏めっちゃ死んでたけど、あ、勝手に動いてる。ん？なんか足長いな。なんか足長く食ってる。なんか足、あー、これなんかタイトルロゴとかにいた女の人。痩せてんね。足長いね。カイコってこと？カイコの化け物ってこと？あー、ニワトリ。え？わー、終わった。うわー、すごいなー。何が起こんの？これ今から絶対あれでしょ。家の中追いかけてきて、家の中の押し入れまで逃げるゲームが始まるわけでしょ？ね。で、俺押し入れまでたどり着けず迷った挙句あいつに殺されるわけでしょ？うつろ眉。眉、開口、うつろ。この村で何があったんでしょうね。なんかおばあちゃん悪いやつじゃないんだろうなって思っちゃうな。なんかそんな気がしませんか？おじいちゃんがさ、あの優しかったおじいちゃんがおばあちゃんとずっといるって言ってんのは何か多分ね、悪い人じゃない。この村の風習とか、この開口的なものによって、なんかここにいなきゃいけない何かとかもあったりするんでしょうね。いや、これは期待の新作ですね。ご視聴ありがとうございました。うつろ眉でございました。10円ゲーム、金色の剣とか赤色の剣とかあんのかな。